そうですね、初日にこの始まっ今今日始まって、専門的な講義というか説明を聞いた段階ではやっぱり、自分なんかが想像してたよりもちょっと、インターンシップなんでこの仕事的なちょっと緊張感もあってなんか良かったと思います。チームの雰囲気は一応まあみんな最初はあんまりまだ仲いいチームではないんですけど今から仲良くなっていくと思うんで、そういう意味では今からということでちょっと楽しみです。はい、そうですね、課題としてはこの自分なんかのアイデアだけでいった部分があって、実際それを実現するのがちょっとできない可能性とかも出てきたりはしたんですけど、それをどういうアイデアでまた乗り越えていけるかっていうのを考えていかないといけないなっていうのを感じました。